成長記号は成長を表現する記号である。主に成長によって表現の異なる言語で使用する。国際音声記号ではダイアクリティカルマークで表現する方法と基準線を用いた方法の2種類の表現を定義している。ダイアクリティカルマークでは平板の発音は O の5種類、曲線は O、O、O、O の5種類がある。 基準線を用いた表現では、平板の発音は、の5種類、曲線は、の5種類がある。JISX-0213 には、成長記号が多く追加され、上昇曲線及び、下降曲線も一つのコードポイントを与えられているが、ユニコードには依然として加わっておらず、複数の成長記号の組み合わせで表現するしかない。なお、複数の成長記号で表した場合には、 一つの成長記号の字型に変化させる必要がある。中国語については、蒸気のみでは表せないため、蒸気以外にも、多種の成長記号が存在するが多くは、文字コードでの表現はできない。中国語のピン音では、第一世、第二世、第三世、第四世を、それぞれ、で表す。中国語漢詩の音の鳥類で表す場合、を用いて表現することがある。丸は 表彰は、促性は、応印を表す。とを使用することもある。台湾語がなでは、台湾語の成長を8小符号を用いて表現している。この記号には現在ユニコードには含まれていないが、追加予定となっている。日本語は、成長言語でないが、成長が意味を持つ表現もある。ただし多くの場合は、成長は、アクセントと同じ意味を持つ。 日本語の成長の表現では、一般に発音の高い箇所をオーバーラインをつけて表す。また、加工箇所にのような記号をつけることもある。ローマ字表現する場合には、高くなる箇所に、低く変化する箇所にを用い、アイモーのように表現することがある。成長の意味の表現として、半黒クロ丸を利用し、かの場合は、高い音から低い音への繊維を表し、 かの場合は低い音から高い音への繊維を表すこともある。日本では英語などの発音において文末の成長の工程を上げたり下げたりする表現を矢印を用いて表す。例えば英語の疑問文の場合は一般に語尾を上げ、how old are you? のように二次関数のグラフのような曲線を持った矢印で表現する。また、which do you like better? キャットはどっく のように語尾を下げる場合には、負の二次関数のグラフのような曲線を持った矢印で表現する。この表現は、一般の日本語における表現でも便宜的に使われることがあり、疑問文でもないのに語尾を上げて表現するような、若者文化の表現時に用いられることがある。タイ語のタイ文字には四種の成長記号がある。また、タイ語の元となったラーを文字にも、 成長記号が存在する。ベトナム語には5種類の成長記号がある。ありがとうございます。